9月の頭の M ステ前に、なんか何百万回達成じゃなかったっけ、あ違うか、なんか最近200万回達成じゃなかったっけとか、すごいあのなんか思ったやん、ふと。いやほんまに、いや分からん、 M ステ前に200万だったか、いや分からん、なんかその M ステの近くでなんか達成みたいな感じがすごいなんかあったかなみたいな。じゃけすごい、いやみんなありがとうございます。多分そんな感じよね。こんばんは。いや嬉しい。あ、そっか、 M ステ出る前に200万か。そうなんですよ。ちょっとなんかそう、売れピーとかなんかそんな軽くないよ、もっと嬉しいくらいのこんな気持ち、こんな気持ちはそんな感じ。ウレピーマン何百万回達成っていうのをやっぱりこう一回一回喜べるのはなんか、あーもういいな、なんか素敵だな、ことだなってなんかね思う。選抜メンバー紹介動画の方よく見てろ。あれもすごいなんかいいなと思った。このシングルからでいけ、毎回やりたいと思ったよ。そしてひな妹誕生日おめでとうおめでとうがいっぱいですね。あ、それはあのひなのインスタのストーリーで見た。ひな妹の誕生日だそうです。今日さっきインスタのストーリーで見たよ。おめでたいですね。アイスケーキを食べとって、おーすごーい、私の憧れなんよアイスケーキ、ちっちゃい頃のね。いや今はねどうなんかな、今ね何でも嬉しい、でもなんかあのほんま何でも嬉しい、普通に全部が。けどなんかアイスケーキってどんな感じだかなと思って。村上様やりましたね、56号だっけ、56号記録打ち出したそうな、すごいですよね。どんなプレッシャーなくやっとるんじゃろうとか考えてる。あーみんなギフトありがとう、いっぱいギフトありがとう。マキマキさん、グラファンさん、モミジさん、団子部長さん、あ焼き芋のギフトもあんの、
辰美さん、りょうよしさん、りょうさん、セロジルタンスさん、ソーナナさん、キートンさん、高梨さん、バーニくんさん、カズポンズさん、ノッシーさん、アルマサトリアさん、ビッグボスさん、ヤーススさん、ノッシーさん、ユーナさん、ナスタさん、エリアスさん、ゴンさん、黒道きなこさん、ヨウさん、猿山さん、ありがとうございます。焼き芋いいね。ゆりもさん、こにょさん、猿山さん、ナッキーさん、ありがとう。ゲットお母ちゃんの好きなサンリオキャラは、なんて言ったっけ、いや決めたんじゃけど待って、え、推し決めたよね私。しかも一昨日ぐらいの配信で、誰だっけ、推し忘れた。いやもうこれ推しじゃないよね。これすでに推しじゃない。誰だったかな。あ、決まったっけ。これ忘れたら推しじゃないか。確かに推し忘れるとか論外よね。バツマルくんだったっけ。あ、ケロロ軍曹とか言ってなかった私。忘れる程度の推しやめて。じゃあ推しかぶり覚悟の、ポコちゃん。間違えた、ポチャッコだったやばい、ちょっと取り消しポコチャってなんだっけ。あ、ライブ配信アプリか。やばいやばい、ポチャッコ。もう推しの名前間違えるとか論外やばいやばい。いや、サンリオ箱押しでいこう。だってみんな可愛いもん。サンリオキャラクターみんな可愛いもん。ちゃっこもかわいい。でもそれが一番いいんじゃないですか。そうだね、自然と決まるもんよね。そうじゃん、お話し会再販が始まったじゃん。皆さん来てくださいよ。絶対に来てくださいよ。再販申し込んだ。具体的に来てほしいの。うん、11月20日、
決済忘れちゃった。え、うそ、もう嫌いです。忘れないように。嘘だよ。じゃあまた申し込んでね。来てね。行きたい気持ちはあります。気持ちって何？来て。いやでもね、え、11月20日でしょ、もう誕生日最後、18歳最後の おしゃべりできるチャンス。たぶん。もう19になっちゃうんだよ。早いね。18っていう言葉ある？17って言葉あるよね。18って言葉ある？19もある。18。え？いや、なんかセブンティーン、鼻のセブンティーン、鼻のセブンティーンって言うけど、18ってなんか18とか、いや、あるけど、18、19、20、21、22、わかるけど、もうわかるけども、なんか鼻の18とかある。まあ、なんでもね、なんでも花よね。お母の隣行っていい？いや、ダメダメです。来ないでください。17、18。お母ちゃんはずっと花ですよ。花？断られたら泣いていい？泣いてください。思う存分泣いてください。17、18、19、20。
やー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 。なんか私昨日ね、まあサラピと話しとって、話っていうかなんかまあサラピとすれ違って話しとって、お母さんって子供扱いされてるイメージないですよねって言われて、子供扱いされてるイメージないの。いやでもなんか、でも そしたらなんかヘアメイクさんが、あーでも確かにみたいな、確かにそのいじるとかそういうなんかそういう場面でなんか子供は僕はまだお子ちゃまだからねって言われてるけど、なんかそれをなんかみんなが本気でコカが子供だと思って言ってるとかそうじゃなくて、なんか普通に大人としてなんかその根本になんかそういう対等になんか仕事上でね対等に付き合ってる感じはするよね。なるほどと思って、なるほどなるほどと思いまして、なるほどと思った。大人じゃないよ全然。大人です。なんか大人って言われたら子供がいいなと思うし、子供って言われたら大人がいいなって思う。生の弱です、天の弱です。生の弱やばいねやばい、生の弱やばい、カイコから生の弱です。なんか最近涙が溜まっている目に、生の弱やばいね。お母ちゃんの5時おもろい、5時っていうかなんか言葉も5時やばい。ああなんかね、でもほんまに目に涙が溜まってて、悲しいとかそういう気持ちとかなんかその感情の起伏ではなく、今多分涙出る。ほらなんか、ほら出てくるんですよなんか。うん、なんかね。溜まってる。え、花粉ってかな。なんか、え、わかんないんですよ。なんか辛いとかそういうんじゃないんですよ。なんか別に、ただ普通にタンク。眼科に行ってくださいいやなんかね、うん、なんか出ちゃうんですよ。
でもいつでも泣けるタンクが。秋も花粉がある、確かに花粉なのかな。最近泣いてないな。こうパーって泣きたいね。泣きません。思春期じゃないですよ。泣ける映画とかあるかな。なんだろう、何が泣けます。カープが負けたら泣く、確かに。今行きたいとびっくりした、確かに。やばい、今タンクを放出してる。いや悲しいとかそういうなんか辛いとかなんか感情なく、今涙のタンクがすごい溜まってて、なんか出るんですよ。何なんですかね、なんか目が疲れてるんだろう。神様ダムが警戒する。テク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 、涙に短歌がある。お久出てくるんじゃない。カープね、笹岡監督辞任されましたが、優しい方なんですって。なんかどういうあれな、どういう気も、なんか監督になるって普段の生活でどういう感じなんかね。うん、急になんか STU の方針を決める重要人物になるとか、どういう感じなのかな。だってすごいですよね。じゃああなた明日から監督ですとか言ってカープの選手をさみたいな、センターを決められる人、プロデューサーみたいなことか。じゃあもう明日からあなたがプロデューサーねみたいな感じでなんか言われて、もう全部任せてからみたいな感じ。
みんなの面倒見なきゃ。そうだよ。若手を育てる監督か優勝を狙う監督かで違ってくる。確かに笹岡監督はめちゃくちゃ若手を育ってくれましたよね。ていうかピッチャーだったこともあって、なんか本当に今年とか特に、まあ途中でスタミナ切れたかもしれんけど、先発の主軸というか、なんか先発の人たちがすごかったですよね。なんか前半戦の調子でいけばずっといけたんじゃないかなとか。来年の監督予想？え？私が、なんていうの、私がここなんていうんだろう、小学生の時もうめちゃくちゃなんていう好きになったんだけど、もう物心ついた時から、まあ、カープはそばにあって、特に好きになったのが、まあ、小学生の頃とかだったんだけど、まあ、その頃はなんかノムケンさんが、いやその時もB クラスとか言われとっても、とっても、でもそのイメージだけ、誰なんじゃろうね。野村健次郎監督だったっけ。どうなんだ、金本さん、もう尾形監督がもう、こう野手で結構なんかね、そのなんて言ったらいいんかね、なんかすごい戦い方がなんかめちゃくちゃなんか分かりやすい、なんかあれですよね。それこそなんかこうめちゃくちゃ盗塁させたり、めちゃくちゃ盗塁のゴーサイン出したりとか、もうどんどんガツガツ攻めていくみたいな、つなげるとか、つなげる野球よりなんかもうガツガツ攻めていくぞみたいな感じのさ、雰囲気はあったよね。分からんけどね、客観視だし子供だったし、ただ野球を楽しんでたから、なんかその野球のプロの人が私のこの見解をどう取られるか分からんけど、なんか分からんけどね、なんかそんな感じのこと、まあどのカープも好きだけど、STA もカープみたいにグッズをいろんな角度からね、ちょっと出してほしい。なんかカープはなんかの、帽子もあるし靴もあるし、なんかそのマットレスもあるし、なんかヨガマットもあるし、椅子に引く座布団もあるし、収納ケースもあるし、なんかコップもあるし、お皿もあるし、箸もあるし、 STU の箸良くない？ STU 瀬戸橋、なんかメンバーの推しメンの名前書いてある、どう？ちょっと和すぎ？実用的でいいよね、ほんまに。押し箸、箸じゃなくて、あ、違う、押し箸、押し箸、瀬戸押し箸、どう？なんか使えるやつがこう良くない？なんかあと
ティッシュケースあったっけ。よくない？瀬戸おしばし瀬戸大橋みたいになったよね。なんかすごいしっくりきた意味がわかるわ、自分の中でも。瀬戸おしばし、瀬戸おしばし、必要性があるものね。カープ何があるじゃろ。夜間幼な夜間押さなあかんとかけた待って、もうほんまにね、もう客がおじさん、おじさん、あと何があるかな。あー広島、あ、なに広島とかけてしゃもじ、いいね。公演記念の 2L 版の写真が入るアルバム欲しい。あ、いいかも。なんかそういうのはほんまライブでしかなんか売りませんとか言ってます。そしたら周りからもったいないのか。なんかライブ限定の、あ、でもそれがガラポンみたいな感じなんか。いいね、抱き枕カバーね。抱き枕じゃなくてカバー、カバーな。まあ、いろんなグッズができてきたらいいね。皆さん、あの今もあの新しいグッズが出てて、すごい可愛くみんな写っとるけ、今回のやつは特に他のメンバーに目移りせずに海子館のグッズをゲットしてくださいね。なんかパティシエとなんかあと七夕みたいなやつですよね。待ってます。嫌です、え、無理です。ゲットしてください。ではちょっとランキングを読みます。ここら辺でもう11時やし、時間ありがとう。13位アルマサトリアさん、12位モミジさん、11位クラファンさん、10位ナスタさん、9位スエンさん、8位まさきさん、7位ビッグポスさん、6位ノッシーさん、5位まきまきさん、4位黒蜜きなこさん、3位癒し系さん、2位団子部長さん、1位はやすすさんです。ありがとうございます。はい、今日はまあグッズの話もしたんじゃけど、お話し会再販がありますから。まあこっちショールームがね、なんか私のショールームとかも特になんかお話ししてる感じじゃっけ、これで満足しちゃうかもしれないんですけど、個別で話したいとか思ったらぜひ来てもらって、ぜひいっぱいお話しましょう。
つもありがとうございます。ほいじゃあまたお話し会待っとるよ。バイバーイ。個別が一番いい。そう、会いましょう、お話ししましょう。バイバーイ。